バゲートの中スタートしました。ちょっとバラッとしたスタート。外で9番エイトキングゴッド、さらには間からは6番のテラフォーミングがいいスタート。最内から1番のイブニングスターもスーッと上がっていって、まずは6番テラフォーミング、1番のイブニングスター2頭が行きました。外に9番エイトキングゴッドが3番手、その後ろに4番サンズオブタイム、5番オールザタイムが並んでいます。2馬身差、その後ろ2番のダニーデン、それから1馬身7番ポリクシニーズが追走。あとは1馬身差内から接近する8番のオルソビアンコ、それから1馬身から2馬身と離れました3番ウィニングライブ、そして最後方追走が10番ラブエスポー。1コーナーから2コーナーに向かいます。花に立ったのは1番のイブニングスター、リードを1馬身、2番手6番テラフォーミング、あとは2馬身差、外に9番エイトキングゴッドがつけて、内並ぶ4番サンズオブタイム、1馬身差5番手が5番のオールザタイム、内からじわっと接近7番ポリクシニーズ、すでに向こう正面です。1馬身差の後ろが2番のダニーデン、外です。その内から並んでいく8番のオルソビアンコ、最内からは3番のウィニングライブ、そしてその後ろは3馬身ぐらい離れました最後方10番のラブエスポーという体型、向こう正面の中間へと入っていきます。残り800を通過して、逃げる1番のイブニングスター、リードは体半分ぐらい、じわっと6番のテラフォーミングが差を詰めます。あとは1馬身内から4番サンズオブタイム、そこに9番のエイトキングゴッド、2頭並んで600を通過。さあ徐々にペースが上がります。あとは1馬身差、7番のポリクシニーズが追走、そこから5番のオールザタイム、内から3番ウィニングライブが接近、3頭のスト1馬身差、8番のオルソビアンコ後方3番手、残り400を通過。1番のイブニングスターが先頭、外からじわじわと6番のテラフォーミングが並んで直線コースに入りました。そして内を救うのが4番のサンズオブタイム、3頭の外からは9番のエイトキングゴッド、その後ろに3番ウィニングライブ、あと200を全員通過。さあ先頭は今度は9番のエイトキングゴッドが抜ける、内で6番のテラフォーミングが2番手3番手、1番のイブニングスターですが、外から7番ポリクシニーズが上がってきた。エイトキングゴッドゴールイン、9番エイトキングゴッドです。2番手が6番テラフォーミング、そして3番手最後7番ポリクシニーズが上がりました。